お過ごしですか？市川由紀乃です。皆さん元気ですか？あ、元気ですね。よかった。さあ早速メッセージ紹介させてください。こちら一茂さんからいただきました。ありがとうございます。由紀乃さんこんにちは。お元気ですか？元気です。夏といえば海やプールを思い出してしまいます。それは私が学生時代に夏休みはプールでアルバイトをしていたからです。さて由紀乃さん、ズバリ質問ですが、由紀乃さんは泳げるのですか？学生時代水泳は得意でしたか？またどのような泳ぎ方が得意なのかぜひ教えてください。ということで、市川由紀乃泳げます。はい、小学生の時にルーテルスイミングっていうスイミングスクールに通ってました。はい、だからクロール背泳ぎかな、できるのは。バタフライに次行くっていうところでやめちゃったんですよ。はい、でもね、ここでねバタフライですってね言えたらどんなにかっこいいかなと思ったんですけれども、得意なのはクロールです。さあ皆さん今日も最後までどうぞお付き合いください。